ドンキーコング、ドンキーコングは1981年に任天堂が発売したアーケードゲームである。1982年にはゲームウォッチに、1983年にはファミリーコンピュータに移植された。続編にドンキーコング JR やドンキーコング3スーパードンキーコングシリーズがある。ステージ構成はスタートが25メートルで、 順に 50m、75m、100m となり、これらの4つの面を順番にクリアすると、再び 25m から始まる4面ループ制。25m、75m は画面上のレディのいる場所、50m は一番上のベルトコンベアーに到達すると、クリア。100m は鉄骨のすべてのボルトを抜くとクリア。樽や敵、ドンキーコングに触れたり、落下するとミスとなる。 また、各ステージには、制限時間が設けられており、時間内にステージをクリアしないと強制ミスになる。クリアすると、その時点での残り時間がそのまま得点に加算され、一定以上の得点になると、リトライ数が1増える。25メートルから100メートルを1周としており、この周回数が上がるにつれてきの攻撃が激しくなるが、制限時間のスコアも増えるため高得点を狙いやすくなる。 ただしステージの難易度が最も高いのは5周目となり、それ以降は難易度がループする。ただしバグのためレベル22に突入すると、わずか8秒ほどで強制ミスになってしまい、クリア不能となる事実の最高到達点。制限時間は一定時間ごとに100ずつ減るのだが、周回を追うごとに減るペースが速くなるため、スタート時の制限時間スコアが多いからといって、 実際の制限時間が長いとは限らない。例えば最初の周回は、開始時5000点、減少は2秒弱ペースだが、2周目になると開始時6000点、減少は、約1.5秒ペース。同じように3周目は、開始時7000点、減少は1秒強ペース。4周目以降は、開始時8000点、減少は1秒ペース。なぜか25メートルのみ、約1.5秒ペースの減少。 バグの発生するレベル22は、開始から400点減った時点で強制ミス。レベル22まで到達した場合に出せる、総合得点は60万点台。日本でのアーケード版の基盤は大まかに発売初期の前期バージョン、通称トルコリラバージョンと、バグを修正した後期バージョン、通称ゲットバージョンに分けられる。主な違いは、ステージ開始時のメッセージが異なる前期バージョンでは、 ハウハイキャンニュートルコリラ、後期バージョンは、ハウハイキャンニュゲット、ことと、後期バージョンは25メートルのワープの裏技が、不可能になったことなどである。なお、米国版は、後期バージョンに準拠している。アメリカでは、ネス発売前の1982年に、ニンテンドー以外のハードである、インテレビジョンコレコビジョン、本体と同梱あたり2600向けの移植作が、 ニンテンドーのライセンスを受けてリリースされた。サウンドはアーケード版とファミコン版で若干異なっており、ファミコン版発売以後のリメイク版のサウンドは多くがファミコン版に準拠している。また、アーケード版ではジャンプ音が微妙に長いものが存在する。マリオがタルを潰す時に使うハンマーは、ファミコンソフト、レッキングクルーで壁壊しに使われている他、 以降のマリオシリーズにおいて武器として使用されることがある。また、スーパーマリオ RPG 及びマリオルイージ RPG でのマリオの武器と大乱闘スマッシュブラザーズシリーズでも攻撃アイテムとして登場する。リフト面でのリフトや敵キャラのファイヤー、ぴょんぴょん飛んで落ちていくジャッキなども役割を変えてスーパーマリオブラザーズシリーズでも使われている。 1983年7月15日、ファミリーコンピュータのローンチタイトルの一つとして、続編、ドンキーコング JR や、ポパイと共に発売。25メートルなどの高さの表示はなくなっており、スタート時のデモ、ドンキーコングがレディを担いで25メートルの最上部に、上り、平らな床を振動で斜めにさせるという内容や、ステージクリア時のドンキーングがレディを担いで上がるデモが、 省略され、最終面クリア時の BGM も2種類から1種類に削減されている。また、容量の問題から、アーケード版のベルトコンベア面、50メートルが削除され3面構成となっており、1面、アーケード版の25メートルで放り投げられる、火薬損が普通の樽と同じグラフィックになり、挙動も1段ずつ引っかかりながら、 真下に落ちるか毎回同じジグザグ落ちる2種類しかないためランダムに来るアーケード版のようなスリルはないが全体的な出来は良くファミコン本体の売り上げを牽引したソフトになったそれまでのアーケードゲームの家庭版は絵が違ったりステージが一つしか遊べなかったりしたがこのゲームはアーケード版と見まごうほどの移植度の高さが特徴であり移植度の高さは当時としては画期的であった シンプルなステージの繰り返しだった、それまでのゲームに対し、キャラクター性とストーリー性を持たせた点でも優れた作品であることがわかる。動物の森、動物の森、動物の森のファミコン家具として、プレイ可能。2004年2月14日に、ファミコンミニのラインナップとして、ゲームボーイアドバンスに移植されたほ、バーチャルコンソールとして2006年12月2日に、Wii で、 2012年10月17日に任天堂 t e n d 3DS で2013年7月15日に Wii U でそれぞれ配信開始された。日本国外の NES ではドンキーコングクラシックスとして本作とドンキーコング JR を一本のソフトにカップリングしたものが発売されている。ドンキーコングオリジナルエディション 欧州で発売されたスーパーマリオ25周年仕様の Wii にプリンストールされた特別版のバーチャルコソール、日本版では代わりにスーパーマリオブラザーズ25周年バージョンがプリンストールされている。ファミコン版をベースにアーケード版にあるベルトコンベア面、最上段のドンキーコングは移動しないや、ステージクリア時にドンキーコングがレディを担いで上がるでも、ただし、 デモ中は利用などが表示されないといったファミコン版で削除されていた要素が一部復活している。タイトルクレジットの年号は1981から1983から2 0 1二変更されている。日本では2012年7月28日から9月2日までクラブニンテンドーナツのダウンロード版スタートキャンペーンの特典としてニンテンドー 3DS 向けに配信されていた。 また欧州、豪州では2014年9月より任天堂 d 3DS 版が任天堂 e ショップにて販売を開始している。アーケード版でレベル22で残りタイムが400になる現象を前述したがファミコン版、通常版、オリジナルエディションの両方でもレベル133で同様の現象が起こる。あとに、 スーパーマリオブラザーズを手掛ける宮本茂がディレクターを務め、プログラムを池上通信機が担当した。ニンテンドー米国法人で余ったアーケード基盤の流用を目的として作られ、企画段階での原案は、ポパイのキャラクターを使ったゲームだった。当時、ニンテンドーは、ポパイのキャラクターを使用する権利を取得すべく交渉を行っていた。ブルーとドンキーにさらわれたオリーブ。 レディオ、ポパイ、マリオが助けに行くという原作の構図を生かしたゲームプランになっている。しかし、交渉がまとまらなかったことにより、宮本はマリオやドンキーといったオリジナルのキャラクターを自らデザインし、最終的にドンキーコングとして完成した。現在ではマリオは赤いシャツに青いオーバーオールというファッションが一般的だが、この当時は青いシャツに赤いオーバーオールという、 逆の配色だった。制作期間は当時3ヶ月で他のゲームを作っていたのに対して4、5ヶ月で作られた。ドンキーコングのドンキー、ドンキーは一般的なロガという意味ではなくドンマ、マヌケといった意味であるが英語でその意味で使われることはほとんどない。またコング、コングは当時の日本ではキングコングの影響で 大型のゴリラを指す単語として誤解され広まっていたが、もともとは動作における造語であり、本来の英語に、このような単語は存在しない。名付け親は、当時任天堂の広報部に勤めていた、本郷義美美。トンマという言葉を和え時で調べていたら、ドンキーとあり、ゴリラを意味する単語と思われていた、コングと組み合わせ、語呂がいいということで提案したところそのまま正式に、 採用された。それ以外の案では、宮本茂はゴリラにズキンを被せ、クラマコングにしようと提案したなどといったエピソードも、ある。またそれ以外に、ファニーコング、ファニーコング、スチューピットコング、スチューピットコング、クレイジーコング、クレイジーコング、海賊版のタイトルになった。詳細は、当日が候補として挙げられていたが、このうち、ドンキーコングを正式名称に選んだのは、 当時の任天堂本社の貿易部輸出部長だとされる。また、マリオのネーミングは、米国任天堂が借りていた倉庫のオーナー、マリオセガリの顔が、ドンキーコングの主人公にそっくりだったことに由来する。アーケード版、ドンキーコングのプログラミングを委託された、池上通信機は、1983年、著作権侵害を理由に、任天堂に対する賠償請求を、 東京地方裁判所に申し立てた。池上通信機に無断での、任天堂による、ドンキーコング基盤の複製に対する契約不履行が、著作権侵害の理由であった。ゲームデザイン本体は、任天堂社員によるものであることと、契約履行後の池上通信機の請求権不在を理由に、任天堂は、この請求を退けた。この裁判は、判決が下されないまま、 両者の和解で決着した。任天堂に引き渡されたロムデータの中には、池上通信機の社名、電話番号などが隠されている。なお、本事件後、池上通信機はセガ、後のセガゲームス並びに、後のセガインタラクティブと契約しゲーム開発を続行することとなる。その中の一つに、本作に類似した、ティップタップ、1983年、英名。 今後、ボンゴがあり、クォータービューを採用して立体感を出すなどある意味では、本作の正当な進化型と呼べる、この関係は、好みのときめきメモリアルと移籍したデザイナーの手による、巡り合いしての関係に近い。画面構成や、面数の表示方法などで、池上通信機テストが継承されている。年にはコメ映画会社のユニバーサル映画、当時は、 MCA 参加がドンキーコングは当時同社が版権を保有していたとされる映画キングコング1976年のキャラクター著作権を害しているとして損害賠償を求める訴訟を起こした。これに対し、任天堂の米国法人である任天堂オブ・アメリカノアは逆にユニバーサル映画が同訴訟を提起したことはドンキーコングの名誉を既存したとして反訴。 カウンタークレームを起こし真っ向から対決。そして裁判の過程において、もともとユニバーサル映画は、オリジナルのキングコング1933年版に関する判権を取得せずに、リメイク版のキングコング1976年を制作していたことが判明したため、そもそもユニバーサル映画は、キングコングに関する判権など保有していないということで、 ユニバーサル映画側の訴えは却下されてしまう。最終的に上記の事情に加え、ドンキーコングとキングコングは全くの別物であるというニンテンドーの主張が認められた結果、1986年にニンテンドーはユニバーサル映画から約160万ドルの損害、倍を勝ち取った。この裁判では、ハワード・リンカーン率いるノア・ホーム部の活躍が光り、 以後米国のゲーム業界における、ニンテンド及びのあの発言力を高めることに、繋がっている。1998年に刊行された、ゲームストムック、ザ・ベストゲームにでは、マリオのキャラクター性もあるが、しっかりした目的を持たせた上にしっかりしたアクションを、させるゲームはそれまでなっただけ、大ヒットすることとなると紹介されている。ゲーム誌、 ファミリーコンピュータマガジン1991年5月10日号特別付録のファミコンロムカセットオールカタログではニンテンドー初期の名作キャラクタもモノのアクションゲームの元祖このゲームは全3面で構成されている現在で考えるといかにも貧弱だが当時では画期的なシステムだったと紹介されているアーケード版の25メートルをアレンジした上下に 画面の構成で上部にあるクレーンに飛び移り、ドンキーコングの足場にかかったフックを外していく。四つ、外すと、ドンキーコングが落下するといううち。その後、マリオはステージ下部から再スタートとなる。初めて十字ボタンを採用したゲームとしても知られる。課題は2画面。このプラットフォームでは、主人公の名前が、救助マン、海外版は、マリオと説明書に記載されている。 1997年9月発売のゲームボーイ用ソフトゲームボーイギャラリー2や2006年7月にはクラブニンテンドーの景品ゲイウォッチコレクションニンテンドー DS 用ソフトに収録されアーケード版ドンキーコングの一応許諾品ただしコピー基盤の自後承諾後国内での販売の権利しかないであるクローンで前期バージョンが元になっている 東京都府中市に存在したゲームメーカー、昭和の子会社ファルコンが販売していたが、当のファルコンにはゲームを解析する技術がなかったらしく、開発は他社が行ったと言われている。一説には当時ファルコンと密接な関係があった、アップルが開発を担当したという説もあったが、当時のアップル社員だった西澤隆一、後のウエストンビットエンタテインメント代表によると、 他社によるるる。は認めてていいものの、のアプル開発説を否定しているただ、先に述べた、自己承諾を受けたのはファルコンではなく、ファルコンから独立したスタッフが設立した、キョウイというメーカーで、一部、クレイジーコングのインストラクションカードはちゃんと、キョウイと記されている。しかし、任天堂からの自己承諾を受けたのと、愛前後して、キョウイが、同社の営業権をファルコンに譲渡。 その後ファルコンが自己承諾の事実を利用し、許諾台数の数倍という数の基盤を製造、販売し、さらに日本だけでなく国外へも輸出するという事態となってしまった。日本物産のクレイジークライマーの基盤を流用しているため、オリジナルとは違う部分が多い。例えばマリオがジャンプするときの音が、ほやという掛け声になっており、これはそのクレイジークライマーで、 ゴリラが攻撃する時の声である。また、純然たる、デッドコピー品といえる、コピー基板のコピー基板も、数多く存在し、クレイジーコングの場合は、タイトルもそのままで、ファルコンの社名を消してコピーしたものが出回った。さらに、モンキー・ドンキー、ビッグ・コングなど様々なコピー品があるが、どれも、ドンキー・コングではなくあくまで、クレイジーコングのコピーである。 いずれも大量に出回ったため、これをオリジナルと思った人、またこれしか見たことのない人も多かったため、コピー基板のタイトルの中でもかなりの知名度を誇っている。オリジナルのドンキーコングの基板と違い、ハーネスの配線が複雑ではなかったので、汎用筐体で稼働させるには非常に好都合だったらしく、特にダカシアやバスエのゲームセンターでは重宝さていた。ただし、玩具店には ニンテンドーレジャーシステムによるリースで純正品が設置されていることがほとんどだった。また、同年にはクレイジーコングパーシーが登場している。ゲーム内容としては大きな変化はないが、ステージがやや改造されたほか、アトラクトデモで前作で捕まったコングが檻から脱走するいうオリジナルのシーンが追加されている。これにはオリジナルのドンキーコングの制作者、 宮本シュゲルはやられたと思ったとコメントした。あとに、ファルコンは、任天堂から民事訴訟を起こされ、続く、クレイジーコングジュニア、ドンキーコング JR の無断コピー事件では、刑事告訴され、社長が逮捕された。これは日本で初めてのテレビゲームの無断コピーによる逮捕である。また、アメリカでもコピー業者の摘発の例があり、 ニンテンドーは海賊版撲滅に乗り出しこれがスーパーファミコンのパスワードシステムを用いたプロテクトの開発につながっていく。ニンテンドー以外のメーカーからもドンキーコングの雰囲気を再現したようなゲームがいくつか出ていた。アーケード版が出た当時はテレビゲームの能力が乏しかったため、玩具メーカーは電子ゲームで再現することに力を入れていた。 1994年6月14日に発売された本作を元にした大幅なリメイク作品。プロローグを除いてはほぼ新作と言っていいほど内容が大幅に追加されている。ここではアーケード版のリメイクに相当するプロローグ部分のみ解説する。ゲーム開始時にプレイするステージ例がアーケード版のステージを再現したリメイクになっており、 FC 版で削除されたベルトコンベアーメンや帽子のアイテムが復活。ただし、ゲームボーイの画面の関係からオリジナルと比べてやや短縮しているほか、ゲームボーイ版独自の操作が多数追加されている。アーケード版の100メートルに相当するステージをクリアして以降は旧作とは全く異なるゲームボーイ版独自の展開、本編となり、アクションパズルの要素が強くなる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。